はい、始まりました。ウィス子供のまーちゃんです。今日はですね、ある市でね、放課後児童クラブで、事件がありました。で、まあ今日の最初のニュースですけども、これはね、施設長が子供がバランスボールで遊んでいるところ、なんていうのかな、ちょっかいを出したのか、その施設長がそのバランスボールに上がっている子供の腕をつかみ、そのボールを蹴ると。で、多分びっくりさせようとしたんじゃないかなとは思うんですけども、まあそういうことが発覚しまして、それからどんどん調べていくと、襟首を引っ張られたとか、足首を蹴られたとか、そういうふうな不適切な行為が行われていたということで、なんだろうな、この子供に関することで、関わる人たちがどういう思いでどういうことを話してどういう行動を取るかっていうところで、いつもちょっと疑問に思うことがすごいありまして、まあ基本的に、私この子供のまーちゃんはですね、子供に関するね、子供が良くなればいいなとか、そういう親の視点なり、あと私の個人的な思いなりを話していく番組で、やっていきたいと思いますけども、まずね、この市長がバランスボールを蹴った、もし腕を掴んでなかったら倒れた、怪我したっていうことになりますよね。あと、なんで足首を蹴ったのかとかよくわからないんだけど、まあ子供とじゃれて遊びたいという思いで、まあその職員とか生長なりがね、児童クラブで会ってれば、やっぱり、せっかくね、両親とも働きで、ね、各家族の中でさ、預けるところがなくなってしまう、またお金がかかる、そういう放課後の児童クラブみたいなところに、やるしかないなっていうことになっちゃうんだけど、でもね、そこら辺がね、またね、親として預けられなくなっちゃうっていうのがやっぱり悲しいところかなと思います。まあで、結局これは行政処分になって市長は、まあ、退職したんだけど、なんでそういうことをするのかっていうところにやっぱり疑問があって、これね、なんだろうな、自分も子供になったつもりで、バランスボールを蹴ったりしたんじゃないかなってちょっと思うんですよ。だけど子供ではないし、施長とかね、職員とか大人たちは、そう考えるとやっぱりそこは、気持ちはわかるけど、大人として子供を安全に、見ていくっていう上では、いや、それをやったら危ないよ、注意する立場にあるということを認識しなきゃいけないし、やっぱり最近のその保育園とか幼稚園とか、まあ学校でもそうなんだけど、こう、なんだろうな、その教育者とかそういう人たちがね、その自分のやってる行為、自分のやる行為、発言する行為に、こう、なんだろう、責任とか、そういう、あまり重く言いたくないけど、ちょっとね、なんか、子供たちを
を立派な大人にするために、考えてする行為なのかなと思うところが多々あるなと思います。うん、で、理事長なんだけど、理事長がね、インタビューで親との連携がうまくいってないからこういうことがあったと言ってるんだけど、俺これねおかしいと思うんだよね。親との連携がうまくいってたらじゃあこんなことはないのかって言ったらあるんだよね、絶対。なぜかと言ったら社長がそういう意識であるからなんだよね。うん、そこが問題なんだよね。あのね、こうなるとね、結局はね、日本のその教育とか人間関係の問題になってくると思うんだけど、そのいじめる側といじめられる側でね、まあいじめられる側にも問題があるとかなんとかって言うんだけど、やっぱりそこはさ、やっぱり小さい時からお互いに尊重するっていう形を取っていかないといけないと思うし、うん、そういう個性だっていうところを子供の時から子供に教えていかないと、その子供が大人になった時にちゃんとこう指導することとか、自分がね親になった時に子供にちゃんとこう注意するとか教えるとか、そういうことがね、できなくなっていくと思うんだよね。だからこの今回の理事長が親との連携があってそのすり替えてるんだけど、実際は施設側の職員の意識が足りなかったと、うん、その指導する側の意識として、結局はその子供の気持ちになって一緒に遊んだっていうようなところが、その子供に関わる大人としては欠如していた、うん、だからこれはいじめでもそうなんだけど、いじめてるんじゃなくてじゃれ合って楽しんでるんだって言うんだけど、でもやられた方はいじめられてると思っちゃう、嫌な気持ちになっちゃう。でこのそこが乖離してるっていうかさ、そこの部分でこう、まあ、すぐ大人たちはその被害者の方をカウンセリングしたりとかっていうのが結構多いんだけど、実際はそうじゃなくて、いじめた方が異常なんだよね、常識的に言うと。普通の人としてやっぱりいじめる、人に強く言うとか怒るとか、そういうところになるとやっぱり異常になってしまうと思うんだよね。だからカウンセリングとかそういうふうなことをするのは、その異常の認識を持った子供、いじめた側にカウンセリングをして、これこういうことはダメなんだよと、あなたがそのなんだろう、じゃれ合ってたとしても相手のこの気持ちになってみれば嫌だったかもしれないじゃんっていうところがやっぱり、うん、問題になってくると思うんだよね。だからそういう意味で、まあ、カウンセリングは、まあ、二手に分かれてやるべきだと思うけど、やっぱり人として道を外れてる行為に関してが認識不足、教育の中でさ、うん、やっぱりあるんじゃないかなと思います。で、まあ、この理事長もその意味がわからないのね。親との連携と職員の意識の問題と、これが関連づけることはできないと私は思うし、うん、なんだろうね、そういうところが不適切な行為であったと言われればそうだしね。でもそういうことで、ね、子供がね亡くなってしまったらさ、責任取れないしね、そういうところはきちんと考えなきゃいけないしさ、まあ連携の問題ではないよね。まず理事長は、不適切行為に対してきちんと謝罪して、職員に意識をきちんと持って
指導していくということをしなければいけないと思いますということですかね。まあ、まず今日のニュースはこれがまず一つあったということですね。で、まあ、いつもなんだろう、こういい言葉とかそういうのを伝えたいなと思って、中村天風先生のコーナーですけども、勝手にコーナーにしちゃうけど、まあ、実行しようということで、大切なのは実行ですと。どんな分かりにくい道でも教わった通り歩き出せば、たとえ迷いながらでも行くところへ行けますという、まあ、天風先生の言葉ですね。これは、まあ、昔で言うとね、なせばなり、なさねばならぬものをなるを、なさねな、ならぬは、おのがなさぬためなり。難しい。ね。こういうこととちょっと近いっていうお話ですけどもね。まあ、こういうことを、まあ、今回、天風先生も、うん、毎回ね、コーナーでやっていきたいと思いますけども、あと、なんだろうな、親のね、子供に対する接し方、一番大事なのはやっぱり家庭教育だと思うんですよ。学校がどうこうっていうのもあるかもしれんけど、それは補完的な説であって、なんだろう、一番大事なのは、その家庭の中でどう教育していくか、どういう接し方をしていくかっていうことが一番大事だと思います。で、そこで、親のこの一言で、こう子供が変わるっていうかね、成長していく中で子供が、健やかに、成長していくこと、とか自己肯定感を伸ばすとかっていうことを、まあ僕なりにね、みんなに伝えていきたいなと思いまして、また一つのコーナーとしてね、親の子の一言っていうことでね、ちょっとみんなに伝えていきたいなと思います。まあ、タイトルとしてはね、失敗しても挑戦した気持ちを褒めるっていうことなんですよね。例えば、お手伝いに失敗、その時お母さんはなんて言うかなっていうと、まあ、普通だと、まあ、子供がね、私が、お皿洗うの手伝うとかって手伝ったら、そしたらやっぱり、まあ、小さいから、うまくできなくて、床がびしょびしょになっちゃったと。そしたら、うわ、何を余計なことして、私の仕事を増やさないでよとかって、いいから散ってとかっていう、そういう、まあ、お母さんとか結構いるかなと思いますし、私の、妻も特にそういうふうに言います。だからこれは確実に失敗です。これ悪い例なんですけど、でこんな時にじゃあどうすればいいかっていう、いい例とすれば、私お皿洗うとかって、あ、やってくれてありがとうね、そこでやりました、で床までびしょびしょになりました、でもお母さんはね、あ、いいのいいのよ、お手伝いしてくれたから嬉しいわって、お母さんが喜んでくれると子供は嬉しいと、ほらこうすればいいのよねって、こういうふうに後片付けをしてそれを見せる、そして、洗い方はこういうふうに洗うんだよって、教えてあげる、失敗してもいいんだよっていうことを、前提にね、その気持ちを大事にするってことだね。子供が手伝いたいっていうことイコール失敗は
つきものが前提で、で手伝ってくれたことへその言葉に対してありがとう、いやーもうそれだけで嬉しいよっていうこと、うん、で失敗したらこういうふうにフォローしていくんだよって、こういうふうにやっていくんだよっていうことを教えることで、子供がね失敗してもやっていける、また最初の悪い例で、さっき言ったようなことになると自己肯定感が、要は人格的なものが否定されるので、自分は手伝っちゃいけないんだとか、うん、そういうふうな悲しい思いをさせてしまうね。こういうことって、多々あると思うんで、こういう、まあ、例えを入れながら、ちょっと皆さんに自分が毎日子供と接している中で、お母さんたちがね、お父さんでもいいんですけど、こうちょっと一言変えるだけでね、もしかしたらすごい、成長、もしくはすごい、子供になっていく可能性がありますので、そこら辺をちょっとね、ちょっと伝えていきたいなということで、まずコーナーが一つ増えましたということですね。まあ、基本的にね、最初こんなニュースありましたっていうのと、あと、まあ、親に対してね、私もそうですけど、中村天風先生のね、こう自分に対してこういうきちんと自分の心っていうものとか日本の文化とかそういうところを伝える言葉っていうのを一つのコーナーとして、でもう一つはやっぱり親が子供との関わり方、結構ね今ほら関わり方がわからないとかってそういう親って結構いると思うんですけど、やっぱ時代的に昔と今は違うので、そこら辺をね、もしよかったら真似してもらったり、使えるんだったら使ってもらえればなと思って、この親のこの一言ということで、このコーナーこの3つで、まずやっていきたいなと思います。その他に、まあ、いろんな子供のことに関してとか、まあ、夫婦関係とかね、そこら辺はね、私もね、ちょっとね、いろいろ、ありますけども、それもおいおいお伝えしていきたいなと思います。そういえば、前回ね、1回目の動画でね、パチンコの話してたんだけど、しようと思ってたんだけど、また忘れたっけね。うん。また次回、かな。その次かな。まあ、パチンコの話もしていきたいと思います。まあ、今日はそんなところで、終わりたいと思いますので、まあ、気軽に聞いてくださって、共感してくれたり、あと、ああ、こういうのあるんだとかってね。いい意味で、捉えてもらいながら、何かをやりながら聞いてくださればすごく嬉しいなと思います。でその中で、ちょっと結構いいこと言ってるなと思ったり、共感するなとかと思うのであれば、チャンネル登録していただければ嬉しいなと思いますし、共感しなくてもお子さんがいる、まあ、親御さんがね、チャンネル登録、グッドボタンを押してくだされば、すごく嬉しいなと思います。ということで、今日はここまでにしたいと思います。では、じゃあね、バイバーイ。